ニアが、A1 内で1回戦を行う形になりますので、まあ、の試合する方はカード使わないようにとか何かと工夫して呼ばれたらすぐこちらに来れるように準備の方よろしくお願いいたします。第1試合はヤブ・エルフェルト対リオン・カイ、この後は中山ジョニー対タロー・ポチョムキン、アシアナ・ベッドマン対 FMB ・ポチョムキンと、A トーナメント続いていきます。そして本日の決勝の形式はですね、決勝リーグ、いつもは敗者復活、A トーナメント、B トーナメントのリーグをやるときは分けるんですけども、本日は敗者復活の2人勝ち抜きとなりまして、 A トーナメント、B トーナメント、敗者 A、敗者 B となっております。よろしくお願いします。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 さあ行きましょう。ヤブエルフェルト対リオン対リオンさんで、なんかワンチャン暴君あるんじゃないかという本日の大会の活躍、大会前の試合の活躍ぶりでございましたが、対戦相手はエルフェルト。おっと、みんなが来ていた。さあここは取り方をうまく中央に入れることにして、5番を投げたが前ビーが 2S を潰している。2敗戦でモンゴルが足前からショットガン構えて距離を取ってパインを投げることはできません。さあエングレスに対してこちらもエングレス落として、ここからめくり短距離を引く前ビーキンエス爆発。エングレスが3敗すら、ここでエングレスのサート、おーなんか昔のディッパー1段目青キャン広いみたいな感じ、ちょっとテクい感じの広いになりましたが、さあ目まぐるしい感じで動いていくが、ブライダルエクスプレスが出てしまったということで半角でしたね。ダメ出し投げていく、このロマンキャンセルの新状態を利用した投げがね、リオンさんの得意技みたいな雰囲気はありますけど、キンス投げ仕込みなんでね、飛んでも引っかかったりする、そしてヒット確認からコンボに行けるというね、かなり強い連携となっております。ちょっとめちゃくちゃがあるんですけど、まあまあいいでしょう。おおすごいめくりごとして画面端よいしょ、触ってリピーキンエス暴れ通信、ワーと足場ここでバーストを使って、ここは遠距離から空射手めくりもしっかり対応、ジャンプ攻撃、ここはねホルトをつけてしまいましたが、まだ大丈夫。2敗すらうまい、ここは見てから抜けて画面端ベイパースラスト重なっていないというね判断したらすぐさま裏で返していきます。判断の速さが持ち味。ミライスラッシュビーで拾って、これはどのルートだ、ジャンディ落としてここライトバライトにゲージがね 50% あって一人で攻め込もうとしますので、このように強力な覚醒しさで返されてしまいます。おおめぐった構えた、ここで崩してグバイダルから小づく強化ショットを貯めて割られないように、あーとここはどうする前、はい、しかしちょっとさすがに減らないか、あーロマンキャンセルゲージが溜まった。さあどうする、ターン H も割と危ないタイミング、チャイス触って右手から前、はい、すら飛び狩りゲージが尽きてしまいましたか。最終ラウンド、さあゲージがない状態で画面端に追い込んだということで、だいぶリオンさんが有利なんですけど、前配下からここは突き上げうまく合わせていきました。ファインの投げる部分、ここですね、投げるところにこのように技を当てることができればだいぶエルフェルトがきつそうな雰囲気がしましたね。前 P がそのまま刺さってセイクリップエッジ、2敗下からグリードセーバーからのベイパーサラスト、ここはダウンは取れない、おおそのまま行きましたね。ジャンプエスからのバーストライトとライトニング、勝ったのはリオンさんの回です。おめでとうございます。続きまして中山さんのジョニーと太郎さんのポチョムキンです。キプロスプロジェクトの銃、一体どこでその武器を手に入れたのですか。いや、いい試合でした。1回戦から中山さんのジョニーと太郎さんの保証の金いきます。さあ昔はそうですね、ポチョムキンを使っていました中山さんですかね、その時はだいぶ仲良くして、ああこれは
ポショムキン使いのこの怒りゲージが溜まって怒りのボロテージが上がっている最近発売されたポケモン。わー怒ってます。いやーしかし、あ、これはまさかコンキッキーズみたいな対戦になってますね。大丈夫でしょうか。やばいですね、いきなりガチャピンやべえ。非常にいきなりね、開けコンキッキーズとかでマイハイザーで開幕いたしましたが、さあなんとかですぞといった感じで攻めていくよ。ブリッツ、あーポチョムキンバスター、やはりメディアロスのポチョムキンの方じゃない、ガチャピンなんか、あれ違う、ポチョムキン、あガチャピン、わかんなくなってきた。まあどちらでもいいでしょう、ガチャムキンでいいですね。ガチャガチャですもん、画面味もう何でもいいです。あーとスキーもできちゃいますからね。うわーどんどんっていく、ドーンと吹っ飛ばして、あやはりムックは煽られる運命にあるのか。まあダイナンド、まずい、ラグが下がったらまずいです。緑色の文字なんか言われてしまいます。さあここは着地を取りたかったマイケー、さあ攻める攻める、マイケーからメガフィスト捉えた、とここはかなりリスクしたまってるって言ってるぞこれ。いやーうわ減った、マジかヤバすぎる、これがガチャピンの本気。画面足、あーバースト4だ、あガチャピン強すぎる。あこの後また私は自らの誇りをかけて前目が見えたさあとんでもない試合となりました。それでは行きましょう、アシャラさんのベトマンと FMB さんのホチマキン A 番台でした、お願いします。ゲー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 、ポンキッキーズはねなかなかその投稿時間の関係でね見ることがなかなかできなかったんですけども、怖い話がマジで怖くて、あんなん見たら子供泣きますよ。おー散るかな、どうなる、やばいですぞやばいですぞムックはちょっと今流れ持ってませんからね、ピーっていうとピーちゃんを思い出すからやめてほしいですね。 FAB さんとピーちゃん、あれ気持ち悪かったですね、なかなかこれがマスコットキャラかと。本気キーズでピーちゃんだったんですよね。なんとかですぞ、スライドヘッドですぞと決めていきますが、おーヒートナックルですぞと前ハイスラー、前ゲートリショエラー、おっとこれは押したくない、画面端ジャンピーからのトリショエラか、ムックの怒り、おっとベッド返していく、ベッドは何でしょうこれベッドは何でしょう、何全て例えだっていいですよね。ガメガチディフェンスを潰していく、さあポーションムックノアジかっこよくなってきた、エンエスしゃがみハイスラーボールを打って、おっとナイスジャンプ捉えたいが、デショルが邪魔をする、デコピン、ここでデコピンがなかなか返すことができない、おっとジャンプリーヒット、ハチ K がバックで捉えた、前ハイハンマーホール、おっと美味しい、レオヒスからわーっと伸びている、パチジャンプを捉えたが体力、おっとこれはすごい、空中投げて捉えていきました。さあ投身から防空になってしまうかという試合ではございますが、非常に落ち着いた差し回りを見せています、 FAB のチャムキン。さあここは返す、追いかけるゲージも溜まってきた、ここで A パスキアドで投げていきたいところではあるんですが、デコピンがありますからね。さあうまく、おっとハイスラ、しゃがみハイスラ、ジャンピンこれ強いですからね。そして足場さんはこの A タスクの戻りにジャンプエースを、ね、合わせていく連携が非常にうまく、あとうおーナイスバックセットですね、見えていたがジャンプエースがすでに出ているのでこれは止めることができない、画面端逃げ、インエスからのデコピン、デジョンに対して返していく、デジョンはね飛び道具属性となっていますのでこのようにデコピンに返すことができるんですが、画面端ダッシュ、わかんない、おー投げ漏れた、おいしい。さあちょっとかなり危ないバーストが目立つ FAB さんの気もするんですが、しっかり当ててきました、
おーっと振り向けるアイアスがいるということで、古すぎてちょっとダメですね。ちょっと今なかなか危ないワードになっているんで。マイビーター、もちろん銀パスは出なかった。どっちだ、わからない。最終ラウンド、おーと、ポジョムキンマスターから、あと、それ、何割っていく、バックセガリ、デコフィン、すげえ、さあ、硬直にスライヘッドか、2P、ニュース、マイケ、暴れられない、おーっと、ちょっと通りますよということで、ね、お互いに位置が入れ替わりました、さあ、2敗、スラが対空になりました、画面端、B レシャーを残したまま、画面端、B タスクからバースト、ダウンバーストか、これは、デコフィン、消えている。さあ、タシケ、ガイサが、ここは、どうする？タシケ、持っている！しかも、フルコンボ、あ、これは、いやー、来てますね、勝ちに来てます。硬いですよ、おー、これ確定カット、うますぎる画面端、どうする、どうする、どっちだ、どっちだ、どっちだ、飛ぶか、それとも、当てみもある。さあ、時間いっぱい使っていきたいところ、戻り、まだ体力に余裕があります、ポチョムキン。どうする？おーっと、通していた、ビータスクは届かない、ジャニス、どっちだーと、ギブアースト、まさか、出るのか、やつが、いや、出ない、出ない、出しません、さすがに本気、どっちだ、わかんねえ、これは見えるわけない、これは、だったのは、アッシャーナさんのベッドマンとなります、もう、あの状態で触られてしまったら、ジャンプリンはね、なかなか防ぐ手段はないんでしょう。さあ、1試合目、2試合目と大変熱い試合が続いております。目標シンク大会、続きまして無名さんの神とケロピーさんのジャックを A 漫才でお願いいたします。めちゃめちゃ喋ってるね。こう見えて僕も宮遣いだ。お互い巨大な装置の一部に過ぎないのだから、忠誠とオーバー。ムック2連敗となっております。ムックはやはりちょっとさあ、本日は、3回勝てばいいのかな。1回勝って2回勝って3回勝つと決勝トーナメントにね、だいぶ進出となります。中山さんポチャムキになってるけど違うよ、ジョニーだよ。大丈夫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 。いやー、俺も最初使ってたけど、ちょっと俺はメンタル弱すぎてすぐ折れたから助かった。さあ、ヒロピーさんのジャックボード、ムミヤさんのシーン。さあ、ビッグブールからのジャンディス、ジャンディ、ジャンディ、このね、中段攻撃が非常に強く、このジャンディをガードするとバッチャーシーズと続いていきます。反撃はかなり難しい技となっておりますが、ある端っこ投げていきます。ご飯を食べて画面足。さあ、ブルバッシュをうまくジャンプ飛んでいく。さあ、はい、おっと、サーバントが届くかというところ、ダメージを当ててしまったサーバント消失。しかし、画面端ね、少しずつ下がっているので、ここを耐え切ることができれば、全然逆転のチャンスはあります。わーっと、ライトザライトな、サーバントやる。このね、ライトザライトニングは、無敵がないんで、このように潰されちゃうんですね。まあ、父親は無敵ということでね、ちょっと差別化を図ったんでしょうけども、ジャンエスからエンテレス、ビーク、当たらないが、イエス、ビークからエルク、ビーク。おー、うまい、ダッシュ、一応入れ替えて、相手ゲージがないで空中投げ、ここは一気に行きたい。うわー、持ってしまったっぽいな、今のは。さあ、今から捕まえようかというところ、触ってしまいました。ジャンプからマイピーキンスからのビッグドライバー、吹っ飛ばしてブルマッシュ、エルク、ビーエンゲスビークエルク、ダンサーバンドが来るので、ここはフォロー、とバースに対してうまく空中直線ガードといい判断でしたが、その後飛ぶかってしまいます。クロックアップ、ここはうまくコンボダウンにつなげていきたい。しかし当たらなかったので、カルバドスを使って、どうする、サーマンといけるか、いけない、さすがにやられてしまった。攻撃判定に投げ払われてしまいました。画面足ビークからビーク、エルク、ビーク、ライドザライトニング、1、2の3とジャンプリー頑張るし、あっと、どうする、どうする、当たらない。ここはエンケレスをね、引っ掛けていきました。勝ったのは無名さんのシーンとなっています。1回目をね、思い返すと、やはり邪魔してくれるかなという瞬間ではあったんですけどね、吹っ飛ばしていきました、続きまして TKC さんのジャムと投げさんのファースト A 番内で試合をお願いいたします。こいつは集団バイオレンスだぜ。
うん、じゃあヤブエルフェルト対ケロピージャックを、B 番内でルーザーズの1回戦をお願いいたします。そしてこの後はヒミさんとアゼスケさん同系な戦となっておりますのでよろしくお願いいたします。先週はね、あの七夕さんが怒涛のスレイヤー同キャラ戦を大会で試合を行ってしまう羽目になってしまったんですけども、今回どうなるかって感じですよ。まあそこまでメイン2人しかいないんですからね。2人しかいないのにいきなり同キャラ戦ってかわいそうなんですけど、今日はだいぶここのところちょっと喉がねあれだったんですけど、だいぶ良くなってきたかなという雰囲気ありますね。さあ TKC さんのジャームと投げさんのファーストの試合となっております。さあ TKC ジャーム対投げファースト、さあ投身2人目ということで、もう投身ちょっと増えすぎてわろた状態なんですけども、さあ足早いからゴイングウェイ、ここで場所を使っていきます。溜めていく2枚、何を溜めたかと基本的に言わないようにはしてるんですけど、ちょっとねせっかくなんで行っちゃいました。さあ蹴りときなので足早いからゴイングウェイ、物を投げて 2K2P 足払いとファーストのねこの固めっていうのはなかなか他のキャラクターみたいに強烈ってわけじゃないんですけども、固めとなんていうんですかね、崩しがもう本当にカンパスエーザーに来てしまうで、火力もそこまでではあるんですけども、なかなかファーストが触ってくると抜けることができないといった印象ですよね。特にやっぱ 2K 全部下段っていうのもありまして、しゃがみガードからそのドリキャンとの読み合いが始まるっていうこの差はあります。あーおー、星出してる、よっしゃーと立ち合いしたら顔が伸びる前に蹴り飛ばして立ち蹴りに合わせるエンゲス、さあここはゲージをまだ 25% この距離ですね、どう攻め込んでいくか、足払いからおーっと中ファーストが残る、うまい、どうした、なんだこの声、これはあのディズニーのハハハみたいな感じのやばい感じの声がしてますね。あー 2K からバースト使ってすげえなんか試合内容より声にさあ声戻りました、よかった。ミハイスラジャンプ、ハイスラ距離を取って溜めているが、これを生かせる機会があるか、パスは脱出しないといけません。日経が溜まってつやね、アサンギが出てしまった、下下攻撃でしょう。ジャンピー KP、 ハイスラス日経からマイピージャンプ、ハイスラ引っ掛けてここ堅牢で落とす、バーストはここ溜まっている、よかった。さあファースト側ここは徹底していくでしょう。先ほどの1ラウンド目と同じような動きを見せていきますが、前ハイスラ足元もできるということね、ワンチャンこの中央ファーストも避けつつ相手を殴ろうといった、選択肢だと思うんですけど、うわー艦長けどあんまりジャムのは見たくない。おっ、あこれはよく当たりを引きました。小ネタとしてねギリギリまで選択を待つとコンボ時間が過ぎるということで、その後の追撃が難しくなるみたいなのは AC ぐらいまではあった気がするんです。今回どうなんでしょうね。激励勝負をかけてきましたが、ここはしっかりガードしております。勝ったのは、投げさんのファーストとなります。おめでとうございます。続きまして、ひみさんの名とあぜすけさんの名 A 番台でお願いいたします。4番 TKC さん、料理の道も入信に達するためには心身を自家薬道中のものに導く必要があるということですね。はい、じゃあ B 番内も1試合終わりました。4番6番 OK、 ボケラ戦です。さあ、いって、いきましょう。なんかちょっと風にっぽいと喉かすれるんだよ。感謝します。うひゃひゃ。同期の線、左側はアジャスの名ですね。右側がひみさんの名となっております。ひみさんなんかイラストも描いてるみたいで。
まあすごいですよね。なんかキルティーゼイラストかける人もめっちゃ多いですよね。色がちょっと似ててわかんねえ。ノーマルカラーがひみさんです。ヒールイカラーがあぜすけさんです。マイハイスラー、お互いにちょっとタイプが違うんですけども、あぜすけさんはとにかく殴り合います。おーうまい。ジャンケージャンディーからファイスマッシュ。さあ、ドンキャセンブリッツ、トロッカー対してブリッツが攻め強い。ジャンプハイスラーカウンターヒット、画面端からの中段プラスボールへつなげていきます。いや本当にね、殴り合いのパワー系ですね。さあ距離を取ってスタンプ、殴り合いなら俺に任せろと吹っ飛んでいく画面端。さあここで貴重な生成シーンですが、設置シーンですね。空中上げ、ひみさんの端に追い込んで下段がヒット、どちらだ。おっとヘッドキス、駒投げを選択、エングス2敗すらからここはコンボを決めます。非常にバーストがしづらい。足払いから距離取る、ボールを持って建設ヒット、ジャンプ S が置いてあり、ここはしっかりエリアル最後まで決めきります。最終ラウンドへ。さあ、ジュスケマン頑張れということで、多分 MK さんあたりが応援コメント残してるんじゃないかなと思います。 MK さんといえばスヤーマンです。スヤーっと距離を取る。さあ殴り合い、そして今度はスヤー、おっと上からジャンプです。あっとこれは当たって、横イルカの空中クライニングになったブリッツ取って返していく。いやこちらも返す。さあっと最後に立っているのはアゼスケさん。さあ最終攻防です。最終ラウンドなんですけども、なんかね今言葉が勝手に続きました。じゃあはい、遠距離ですからイルカ空中戦先置き、先ほどねジャンプです、上からですからね、どちらが先に上を取るかみたいな感じで殴りになっていますが、ここでバスを使ってボールが残って空中投げさせません。そしてボールを作る、上からいくか。さあお互いにボール、さあスタンプ出しても遅れません。どうした2系、まず固めてボールと共に攻める。中段から横イルカ返して、うわー前ハイスラボールでしまった。さあハイスラ返す、ボールだけは絶対食らっちゃいけません。距離を取ります、無理はしません。そしてイルカを使ってボールを作って、今度は攻めていくのはアデスキさんがヒールキャンセルを使って遠距離ですから、ここは攻めたいが設置、わーっとボールが残っていた。ボールプラス遠距離 S と決めていったのはアデスキさんのメイとなりました。もう終始攻めておりましたね、素晴らしい。続きまして芦原さんのベットマンとホヒコさんのラムレザルが A 番内で試合となります。よろしくお願いいたします。そして B 番内なんですが、ひみさんがそのまま連戦となりまして、 FAB さんの補助金とひみさんのメイン試合となっております。よろしくお願いいたします。風邪気味ですね、ちょっとね、なんかあけど、いつも声通すように高い声で喋るようにというか、大きな声すると勝手に高い声になるんですけども、無理せず適当な高さの声で喋るとこうなっちゃいますね。そう、ホヒコさんのラムレザルと、アシャナさんのベッドマンですね、まあ、IMP で返してます。ベッドマンね、なかなかいいキャラクター、いいバーストでございました、ありがとうございます。画面端に向かっていきます。さあ貼り付けて変形ですから、ここからダーストアタック、この後のオプションが非常に強力となっております。距離もありますし、さあどうなる。さあここですね、空間を作って1、2の3と貼り付けて、フィンゲス延期ですから、フィンゲスダーストアタックまだ続きます。おっとここは投げ上がり潰しか、フィンゲス立ち合いからデッタングルを読んでいたか。そして端にスペースがありますが、ここは攻め継続、画面端追いかける。さあどっち、距離を取って剣を動かす、剣体剣ガードさせてから着手、下段を落としてきました。さあホヒコさんのラムネザルが1本選手、素晴らしい。ちょっと取りにくい、声通りにくいなってんだったら音を消しようかなと。さあビータスからオートワーク1、2の3といきますね。ここは見えません。 C タスクでどうしてもね上の方に注目してしまうというところで、そこを利用した先に攻めでしょう。おーじゃないこれもね、対空で落とすのは非常に困難。 2S 2ハイスラー、2対して2ハイスラー、こちらを出していきます。そしてキルキャンセル、さあ前 P 金 S、 おー地上でつながったぞ。さあ投げて画面端からの着地下段を通しに行って金 S、 おー白い人とシミトス。さあもうお互いが焦がしたらそのままといった
すごい試合でしたね。さあ、シーダスケ1射目、ダウン、ダウンか。ダウロ、ジャイアンス、パシミ、うまい。よいしょと。ああ、追いかけるか。おお、これはまずい。いや、しかし、声が出ない。エイズから、シーダスケ、どっち裏、デッドアングル。さあ、貴重なゲージを押しとした。してしまったので、ここはね、ゲージを回収しつつ最低捕まえていきたいが、立ち上げたら2敗差、ぐるぐるっとこちらに、おお、頭が長いというか、体をぐっと伸ばしてますからね。届きました。さあ、ガミハイスラ、これ厳しいぞ。ゲージがないんでガードができません。さあ、ワープ、イエス、2敗スラから、おっと、エース対戦、ジャンプD、これはダウンになるかならないが、ガミハイスラ追いかけて中央、空中足、総裁キャンセル、空中足になりました。今回から総裁空、ダッシュキャンセルできるんですね。強い、いい距離ですから、あーと、ここは攻めきれないが、しかしここはフォローを入れている。さあ、マイピーの隙に決めて置き攻め、どちら下段まず、そして中段通って貼り付けて、おー、バーストバーストバーストコイと打っていきますが、ここはしっかりマイピー出している。素晴らしい、勝ったのはホイコさんのラムレザル、素晴らしいですね。黄色キャンセル前にマイピーを出していたんで勝てたという感じですね。判断の速さが、勝利の、勝因でしょうか。はい、違うが分かる。はい、了解です。続きまして、あぜつけさんと私です。よろしくお願いいたします。あ、じゃあちょっと中山さんお願いしてもよろしいでしょうか。オーバー、ジョギオさん対あぜつけさんですね。ジョニー対メイで、まあ、僕もちょっとたまたまさっきこのカードでずっとやったんですけど、やっぱりメイのエンエスをどうにかしたい、あ、エンエスじゃない、ジャンエスですね。ジャンエスをどうにかしたいで、それでこう沖の技でメイはどうにかしたいっていう感じですね。近づかれるとやっぱりメイの置き攻めがかなり強いので嫌ですね。さあ、ジャンエス、さあ、おっと、中華してちゃんと投げている。さあ、ここから画面端に持っていく、ちゃんとダウンを奪ってレベル3からの置き攻め、足払い。さあ、ここからジョニーの固めが始まる。そしてレベル3だからやっぱりメイとしてもかなり怖いですね。おーっと、ちゃんと当ててストテルハンまで決めてる。すごい、これをやれるとメイ側はかなり動きづらいですよね。やっぱりレベル3とはいえ、もうあの距離で動けないっていうのはかなりの脅威ですね。さあ、レベル1だが体力は大幅有利なのでガンガン攻めれますね、これは。さあ、メイ側の攻めが始まっている。やっぱり床判定弱いと言われますけど、横しであのスピードで突っ込んでこられるとちょっとかなり嫌ですね。完璧に対処している人はあんまり見ないですね。さあ、おっと、メイのジャイス、これジャイスに当たっちゃうと 50% あるとメイはかなりごっそり持っていくのでかなり痛いですね。さあ、ここからさあ、アデッセさんがぶん殴りに来る。さあ、このランダ戦はもうアデッセさんの真骨頂ですね。さあ、ここからメイの置き攻めが始まってしまう。さあ、ベッドアングルで返して攻めを始める。さあ、鳥かご状態。さあ、ここになるとジョニーの方が有利だが、入れ替えて俺の中この距離は当たらない。さあ、ここからメイが鳥かごをしていく。さあ、メイの近距離だけ、もう近距離も強いですけども遠距離も強いですよね。さあ、ここできっちり決めて、ジョニーはジョニーが一本選手ですね。イルカとかテータ関係にコインが結構当たりやすいんですけども、やっぱりコインを使いすぎると、おっと、開幕からオーバーヘッドキス投げを、すごいですね。開幕4割をガッツリ奪って置き攻めが始まる。バックスで逃げるがメインのジャンエスで押さえつけていく。さあ、ミストファイナーがボール関係、飛び込む関係を一気にバッサリしてしまうので名声ではかなり有効なんですけど、硬直が長いので一瞬の隙を突かれてしまうのがやっぱり嫌ですね。さあ、投げからレベル3にして画面端、おっと、2段目が当たってしまった。しかしレベル3なのでまだいけるんですけども、阿部助さんがちゃんと我慢をしていた。さあ、ここでダウンをきっちり奪って、アズキさんの攻めが、おーっと、ブリッツを貯めていた、最大貯めまで貯めて、さあ、ダウンを奪って、おーっと、さあ、強引につなげて、おー、これはダウンが奪えそうだ、ナイスアドリブ。さあ、ここでジョニー側がレベル3になって攻めが始まる。さあ、アズキさんのジャイアンスが先から光りますね。もうなんか先ほどジョニオさんが言ってたジョニー使いの方とちょこちょこ、かなりやってるのそうなので、対策がかなりできてるという話なんですね。さあ、1-1からのお互い中間距離ですね。さあ、ジャイアンスで押さえつく、おーっと、先ほどからこのジャイアンスを直下して投げるというのがかなり目立ちますね。これはかなりジョニオさんもやはり対策をしている。で、さあ、バックステでかわして攻守交代、イルカとボールが同時に襲ってくる。さすがにこの飛び道具で固められるとジョニー長い牽制を持っていたとしても
関係ない。さあしゃがんでジャイアンツを横つかそうとするんですけども、ちゃんとアゼスケさんがそれを見てちょっと遅らせてテーダーを出しているような気がしますね。さあと、あーと花火が打ち上がってしまった。こうなったらかなり厳しいですね。お疲れ様です。バースト打っちゃダメだよなと思ったけど、けど打ちたいなと思ってちょっと打ってみようかなっていう葛藤あったんですけど、やっぱね打たなきゃダメですね。そうなんですよ、もうなんかもう我慢できないなっつって、だいぶあれ葛藤してましたね。はい、というわけでナイスバーストでした。俺はね、あ、ルサさんのか。じゃあですね、2回戦に入っていきますよ。リオンさんの回答、太郎さんのポジャム兼 A 番台、そして B 番台ですが、ルーザーズいきます。俺のジョニーと TKC さんのジャム、B 番台でお願いします。はい、じゃあ、どちらでも。太郎さんと太郎ポチョムキン対リオン回ですね。ポチョムキンということで、かなり先ほど僕は太郎さんにやられてますからね、かなり期待をしているとは思いますけども、やはり、まあ、ちょっとリオンさんの実力を考えてしまうとリオンさん有利かなと思うんですけども、ちょっと僕は太郎さんにちょっと期待しざるを得ない。ちょっとリオンさんごめんなさい。ちょっとね、先ほど俺ひどい負け方したからね、太郎さんにね。まあ、ポチョムキン大会ですとやっぱり立ち回りがかなりポチョムキンが辛くて、まあ、全距離で、まあ、あのリバサマもあるので駆け引きをされるっていう風な感じなので。ポチョ5の中山さんですね。さあ開幕はですね、まあ、殴りに行くなら、2D とか社会層回を置いておけば勝てるんですけど、やはりポチョムキン側にも対策ありますね。リオンさんみたいに開幕逃げるのがポチョ戦ではかなり安定しますね。さあスタンエッジで鳥かごをしていく、これがですねかなりポチョムキン側としては返しづらいんですね。なので我慢して返さないといけないんですけども、この完璧な鳥かごの前では結構ですねかなりの我慢を強いられますね。しかし太郎さんにが我慢して、あーしかしさあバーストを減らしてリオン回がきっちり取っていく。さあここからの1本目2本目、さあ足払いですね。足払いはいろんな方に勝てるんでかなり安定ですね。さあ6回あの距離で6回をぶっ放していく。先ほど俺は当たってしまった、すごいですね。そうデコピンをですね、スターをデコピンで返してもですね、空中直圧することでですね、貝側がそんなにフリーじゃない駆け引きができるんですね。なので貝使いの方でですね、デコピンで返されて困っちゃうよって方は空中直圧の練習をしてみるとポチョムキン側はかなり辛いですね。さあここの距離また鳥かご状態が始まってしまう。さあ太郎ポチョムキンが我慢してデッドアングルで返していく。 2S を振る。さあおっと危険でずらすがポチョの 2K が短い。さあここからグリードで画面端の置き攻めが始まっている。さあチャージスタンを重ねられて安定の置き攻めで、ああやっぱりあの状態はかなり厳しいですね。あなたの誇りと志はその鋼の装束より固く。じゃあ次は無名さんと投げさんですね。その進化と手合わせ願いたいものです。ちょっとジョニオさんがまだ対戦中なのでこのままこのままやりますね。そうですね、このゲーム空中直下をすると硬直がかなり減るので、デコピン空中直下はかなりもうスタンをデコピンの安全対策ですね。そこから起きるとやっぱりポチョ側はかなり我慢をしなければいけないですね。僕なんて熱帯とかでやってると、うわー、まあ、いつまで我慢すんだよ俺みたいになりますね。さあ投げさん対無名さんのシーンですね。このカードはですね、某ちょっと知り合いの医者使いに言わせると、まあ割とバランスが取れてきたと、牽制相性とリターン差でまあいいカードなんじゃないかとは言ってますね。さあ開幕無名シンが置き攻めを始める。さあいきなりターンを入れたのは無名シン。さあおっとちょっとパウスとやっぱりしゃがみが低いので、そのジャンディ関係当てるのも結構気をつかなければいけないですね。 お疲れ様です。大丈夫ですか。あ、わかりました。さあここからさあ肉を食うが、その隙を投げさんは見逃さない。さあバースト
ここで体力的には投げ3リードですけど、おーっと愛に当たってしまった。さあ鳥かご状態から逃がさない。この鳥かごのうまさがやはり上級者の人はかなりうまいですよね。無理に攻めずに相手を見てから空投げしてきちしダメージを与えていくという感じですね。さあ投げさんが攻める。そう、上海がですね、ああいうスライディング関係を潰してしまうのでリスクがあるからこうやって打たないっていう人もいるんですけど、やっぱり潰すのには安定ですね。さあビークドライバーを出していくけども、さあ投げさんが安定して潰していく。おーっと爆弾、これは美味しい。さあブルバッシュを重ねて置き攻めをしていく。さあ愛を重ねた、なるほど、愛を重ねることによって横押しの攻めを回避できるんですね。すごいですね。さあジャンハイですね。シングはジャンハイが強いので、適当にブン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 振ってるだけでもやれ判定が全然ないっていう話ですね。 DC さんがすごい振ってるっていう話を関西では聞くんですけど、あーっと花火を打ち上げてしまったが、まだあるけどもうダメか。さあ投げさんがここできっちり決めて投げさんの勝利ですね。ナイス実況でございました。そのままですね、中山さんは B バンダイの方で試合をしていただくんですが、ひみさんのメイト試合です。これ勝つと D トーナメントで、敗者復活 B トーナメントの勝ち上がりになりますね。届きまして A バンダイですが、そっちかリオさんの回とホヒコさんのラムレタルの試合となります。これに勝ちますと、決勝リーグ進出です。Guilty Gear Exile Revelator. Who dares to enter the main? Ramlagal Valentine. ちょっと実況してもらっていい？さあジャンプからベイパー決めてジャンプで置いておく。着地に投げてるのはラムレザル。さあジャンハイカウンターからディッパー決めて6回置き止め投げて、さあ3チャージから重ねて飛ばせない。2杯カウンターからこれはいい読み、2杯がダウン美味しい。さあ金エースからダウロ。さあディッパーが当たってロマキャン使って、これは殺し切りたいがギリギリ残る。さあ上に逃げて点がアート、タシビーが空中ヒット、これは画面端。こっからワンチャンかバースト使ってマイピー刺していく、1本取っていく。リオン回さあジャンパイ、さあ一旦離れて様子見る。金エースから立ち合いで空中出しから KID だね、わかんねえ。さあコンボ決めて、さあこれはどうする、裏か前の下段通して、さあこれ置き攻め、地獄の置き攻めの時間だ。さあ投げて、これはさあこれはあーっとちゃんと決めてパーフェクト、一本取り返していく。ホヒコラムレザルガロスか。さあジャンピーカウンターからベイバー決めて、グリードセーバーにジャンパイ当たって画面端、2杯カウンターからこれは美味しくダメージ取ってバースト。 B 番台は中山さんのジョニーということで、中山さん、決勝リーグ進出になります。さあ A 番台の方はジャンプ系引っかかってダウロ。さあガードして、あーとこれチャージが当たってしまう。2杯ガンダーから2ピール拾っている、素晴らしい。勝ったのはリオン回、決勝リーグはリオンさんの回になります。力に任せた戦い方はまるでソルのようなオーバー。
それでは A 番台、決勝かけた戦いで投げさんと、アゼスケさんになりますね。投げさんとアゼスケさん A 番台になります。B 番台で、私と TKC さんになりますが、ちょっとお待ちください。Guilty Gear Exhaust Who dares to enter the main? すみません、中山さん、ちょっと実況いいですか。そしたら TKC さんと私 B 番台でやりますので、よろしくお願いします。TKC さんのジャン TKC さんの、あ、違うか投げさんと、投げさんとアゼスケさんですね。なんか某医者使いによると目つらいって言ってたんですけど、どうなんですかねさあ、医者対メイはやっぱりメイは近距離戦に持ってきたいですよね。飛び道具を駆使して近距離戦に持ってきたいけど、中間距離だとやっぱり医者がかなり有利なのではないかなと思うんですけど、まあ僕はちょっと使ったことがないんであまり言えませんね。さあ、開幕メイはやっぱりジャイアンツを振る、イルカを置きながら攻めていく。さあ、飛び道具合戦になると、なんか個人的にはファウストの物投げよりもメイのボールとかイルカの方が強いような気がしますね。さあ、ジャイアンツアゼスキさんがブン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 殴りに行く。さっきからジャイアンツの当たり方が光っている。さあ、投げさんの空投げ、さあメテオが降ってきて置き攻めが始まる。さあ、バーストを使って、おーっと、あよ、さあ、ドリルが逆方向に行って、さあ、強引に攻める。さあ、ダウンを奪ってメイの置き攻めが始まる。さあ、投げさんがドリキャンを駆使して太鼓をずらしているけども、メイの横押しが止まらない。さあ、ボールとか駆使して太鼓を駆使している。体力は今5分。さあ、危険を使って駆使している。おお、あの距離でジャイアンツ当たるんですね。すごいですね。やっぱメイのジャイアンツがかなり光りますね。おーっと、ちゃんとかわしたの投げてますね。僕結構着地してからメインに投げ返されるとかあるんですけど、すごいですね。さあ、ボールを駆使してメイが一気に攻めてきた。さあ、中間距離、この距離は若干ファウストの距離なのか。さあ、6番をロマキャンして安定の対空をして、メイ残り1割、ファウスト3割。あーっと、ジャイアンツがめり込んで当たってしまった。バーストを読んで、おバーストガードして、さあ、アゼスケさん、状況だけ見るとアゼスケさんが有利なように見えたんですけども、投げさん心の隙を見逃してませんでしたね。投げでちゃんと返しダウンを奪っていきましたね。さあ、立ち合い、メイの置きの立ち合いがすごい強いですよね。気になってフレーム表を見たらプラス7とかになって、あ、プラス7ってすげえなって思っていたんですけどね。さあ、ダウンを奪ってアゼスケさんが攻める。さあ、ラストをしているけど6番を入れ込んでいた。さすがですね。打点の高い技が多いんでしょうかね。さあ、爆弾を駆使してレレを離し、さあ、若干さっきからアイテムがチョコレートとかが目立つような気がする。さあ、しかしここで置き攻めをしていく。さあ、アイテムを絡めると投げさんはやはりもうこれは世界一と言わざるを得ないですよね。さあ、固められるとやっぱりメインにはちょっと武器が少ないかなとは思うんですけども、あーっと、花火を打ち上げてしまったまあちょっと、まあ投げさんもバースをずっと見てるから使いづらいですよねご機嫌よ。アイテムがついてないって言った瞬間からなんかアイテムがいいのが出てる気はしますよね災害というものがあります。あなたの怪力は疲れた。投げさんが B トーナメント進出となります。あー、もうダメだな。で、現在 B 番台で敗者復活の A トーナメントの、勝ち上がり決定戦を行っておりますのでお願いいたします。Guilty Gear Exar Revelator。そう、それから、それからじゃない、これから決勝リーグです。ちょっとテンションが上がらん、なんなんだもん。よし、じゃあ行きます。決勝リーグ
リオンさんの回、投げさんのファースト、TKC さんのジャム、中山さんのジョニーで、試合を行っていただきます。まずですね、リオンさんの回と TKC さんのジャム、A 番台でお願いいたします。さあ決勝リーグとなりました。本日はですね、敗者復活も2つに分けました。敗者復活の A トーナメント、敗者復活の B トーナメント、そして勝ちトーナメント A と B、 それぞれ4人となっております。3人のリーグ戦もいいんですけども、結構結果が分かりやすいかなということで4人にしようやっております。さあ行きましょう。 TKC さんのジャムとリオンさんの回、試合開始となります。ジャムは最近そうですね、人が増えてきたかなという感じがありました。前までは TKC さんとテルサぐらいしかいなかったなという感じなんですけども、割とその何を貯めるか、ここら辺がしっかり見てないと、その後の崩しを予測できずにそのままこのね崩されてしまうというパターンが多いので、何が貯められてるかちょっと判断したいと思います。ちょっとね、今回ちょっと分かりづらいんですよね、これ。ニキリンなのかなみたいな、龍神は分かりやすいんですけど、これはかかと、イチョウマークみたいなのが剣道みたいな感じになってましたね。さあ、こちらですね、ランスタンパー、マイハイスラー、ガードしてイングスマンハイ、ゲージがモリモリ上がります。イハイスラー、ここの画面端、それここですね、ゲージがないということで、さあ、ここは地上戦で押し返していきます。さあ、ここは3位、おーと、マイピー、ここはロマンキャンスを押し込んでいた、画面端、まあ、多分飛ばれてしまったら、キールキャンスが出るといった連携ですね。こうやって地上の上半身の時のマイピーを振ることによって、相手の技に対応していこうといった選択肢だったと思われます。さあ 2P からタッチピー、ギネスマイケ、おーっとタッチピー3回くらい出ていたか、ダメ押し、マイハイスマ 2K、ギネス、マイケ、遠距離に対してギネスの足を回避して攻めていきます。まあこのエンクレス、ジャムはですね、マイハイスラが下半身の敵ということで、だいぶその振る技がね、限られてくる、潰すためには限られてくるということなんですけども、この辺の読み合い、そして前に出てくるということで、割とそのジャムの初速、ダッシュの初速が速い、思った以上に相手の攻撃が伸びてきて結果はされるということがあるので、その遠距離です先端ぐらいの場合のね、先制がするので非常に熱いかなと思います。 S ハイスラッシュからライドドライトニング、ちょっと速いかなと思ったんですけど、ライドドライトニング崩しを決めたら、当てていこうとね考えていたみたいですね。さあ2-0、リオンさんの回が勝利となりまして、続きまして投げさんのファウストと中山さんのジョニーとなります。さあ、続きまして投げさんのファーストと中山さんのジョニーの試合となりますが、中山さん頑張ってくださいまあそれしか言えませんね、投手ですからね。結構ファースト対ジョニーの組み合わせはすごい苦手ではあるんですが、無理を通さないようにすると面白いかなみたいな、うわーって腰開けていくないと今まで勝てなかったんですけど、今回はそのジョニーのキャラパワーも上がってるんで、ゆっくりゆっくりやっても最終的にいい試合になれるんじゃないかなと思って、難しいんですね技の。ただファースト側もこの押し返すために振る技は割といいの仕掛けてるところあるんで、
その読み合いですね、エンクレス、2敗すら立ち系それぞれ読んで何を合わせていくか。ただこのように何ていうんですかね、物投げでね、かなり状況変わってしまうところもあるんで、その遠距離安ぐらい先端ぐらいの距離で物投げに対して行動アクションを起こせればだいぶ違うのかなみたいな感じですよね。さあここはダッシュの固め足に割ってきます。 KSKPKD トライハンダー、そうですね、 KD の上の方でファーストはコンボを当ててあげるトライハンダーがだいぶ当たりやすいんですけどね、ちょっとエボ前まで全然適当にやってた影響でハイスラリーとか PKD とか入れちゃって下の方で当たらなかったと結構あったけど、こういう時は KD と上の方で当ててあげればね安定すると中山さんに教えてもらいました。どんだけ喋ってなかったんで話したけど、スパイハンターからジャンハイ、そう、ジャンケーからの何でしょう、ナコインに立ち上げ、あーとちょっと距離が遠いか、というかガトリンがちょっとずれて遅れてしまった感じですかね。たまにそう僕が当たってガトリングのタイミングがずれるのがあるんですよね。もしくは判断が難しかった。うまいバーストはあるが、どうした、おー出てきた、ピンバーストー 100% やばいぞ。立ち合いすらノーマンキャンするから立ち切り返す、ニュースってすごいな、あーここはしょうがない。ただこれはちょっとまずい、バーストが当たってないということはバーストゲージから、長期戦になればゲージは溜まるかもしれませんが、さあどうなるでしょうか。しかし攻めてるのは投げさんのファースト、もうおーっと助けてる、なるほど、ファジーのタチピン暴れみたいなのがねやってるっぽいですね。あーっと通行止め、ブリッツ足場からエンゴス、ミストファイナーから KSKPKD、 スパイハンダーディレイをかけてしっかりやって、スパイハンダーからどっちだ、ジャンディー、さあしかしファーストはなかなか難しいが、マイケルがヒット、さあこの相手がジャンディー、スパイハンダー画面し、さあかなり厳しい状況になりました。投げさんのファーストですが足場からここガードが硬い、しかしゲージがどん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 削られている、キングス、ここはコンボが難しいが、そのままヒロインケミスファイナー下段をいかないか、ジャンプディーで勝ったのは中山さんのジョニーとなっております。 2-1 ですね。さあ続きまして、じゃあハッピーエンドの条件は TKG さんのジャムとバーンさんが勝つことぞ、ジョニー、ジョニー、ウェア、ウェア、リ、リ、じゃない、中山さんか、中山さんのジョニーを試合お願いいたします。今まで多くの人間を見てきたんだ、中山さん連戦です、このグレイトのジョニー本職と一緒に扱っちゃい、俺はグレイトの風邪をひいた時はよろしく頼むぜ。ゲームオーバー。ギルティギアエグザイル。Who dares to enter the main? Jam Kurabe. Jarena.さあ TKC さんのジョニーと中山さんのジョニーの試合です。さあ TKC さんここでなんとその勝った受ければ、ジャンカイからエンケース、リンリンジンから剣道を激凛ダウンを奪って画面紙に抜かれてホルトレスディフェンスで、ホルトレスディフェンスの展開が早すぎてまだ確認できない、その勝ち限定したホルトをできればというところであるんですが、これができないとかなり厳しい。あーしばらくとジャンカイ戻って勝ち切るから後攻はリンジン剣道激凛画面紙、さあループします、キエスの押し込み、さあ攻めに行ったところキエス押し返していきます、遠距離 S から M S からスパイハンダー、ちょっと早い、めっちゃ早いタイミングでしっかり歓声を消していきました。すごいですね、あのタイミングで出せるんだったらだいぶ強い。下からコインミストファイナーから P K S K S D スパイハンダー画面押し、おーとここは宝所がさあ取ります、長いドーン、さあこの動作はジャンファイさんが刺せばそう、ここはロマンキャンセル中にバーストしていたんでね、動きながら確認できたでしょう。こういうの3300円シューティングスター中山ドラゴン、マジかブルーアイズメンテドラゴンっていうのが最近新種出たらしいの面白いですね。あのゲームメンテだらけってヤバすぎるぜ。
社長も性転換してたしヤバすぎる。さあジャンハイからのインハイスラー、 2K からの画面端押し込んでリスクエッジをどんどん投げる。おお、ミネスペット蹴ってきましたね。リスクオファイナーからマイハイコイン、ミネスジャンディ SSD ですね。さあしかしちょっとなんかグッと押し込む形に、わーっと本人が暴れたか。エングス、いい足払い、足払い。さあ下を見てミストファイナー確認、マイハイ、おわーメガフィストじゃないんですね。さっきメガフィストとか言っちゃいました。あと龍神画面走り、こちらバリッツシールド足払いから、あらコインがない、わかる。さあ中山さんが強い。さあ撃輪、ここはね空中ダッシュを、このね、予測してしゃがんでいるので耳が刺さる、こういった感じの読み合いですね。早速強打とできません、ダウンしてできない。画面端、あー良い曲、これ必殺技ということでね、削りもあるんで気をつけていきたいところ。ジャンケー AP 触って投げが動いたがジャンディーを出してしまったため、着地の攻撃つながない。ジャンプディーはこのゲームの基本的に着地落ちたが少しあります。最近の遊戯王は中山ドラゴンいるらしいです、わからないです。ドラゴンサイナルってことでしょうか。うーとは画面中央助け歩いて投げて1,2の3はいからおーおできますか。おおしっかり決めていく、これで緊張しそうですけどね。さてこれで続きまして、リオンさんと投げさんの試合となります。エヴァン内です。一流の勝負師とか言うから視線を隠すための色眼鏡かと思ったら、お前顔ごと太もも見すぎね。チャンスは一回あれば勝てるよ。ギルティギアWho dares to enter the main? さあ行きましょう、リオン解体投げファースト、シューティングスター攻撃2400、分からん。2敗すらカウンターから0-0の突き、1ピンマイピー、マイハイスラからここの距離遠距離です、強気に返しています。あの懐にね、走られてしまう前に、入られてしまう前に、エングレス先端ぐらいの距離でどん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 押し返していけばいいね、早めに技を振るっていうのが大事だなと思うんですけども、さあ、ここは無事押し返すことに成功、ジャスパーとロマンキャンセルから高木継続、マイハイスラガードして、ドリル、新月に対して刺さっています、おっと、ここはいい感じで綺麗に刺さりましたね、さあ、投げ上がりに対してドリルが再び刺さりました、ゴーイングマイウェイ、1本選手は投げ直すと。おっとここは遠距離 S 立ち券に対しましてマイキーからリターンを取っています。ジャンプしたら相手し炎が、ここはオイル燃えてしまう、 2P2S から足払い、今回はさせてマイハイスラー、ただいまハイリスク選手はトルトレスディフェンスを使って、まあ、最小限に上昇をね抑えていますが、やはりそれでもこれだけ当たると痛い。さあここにハイスラロマンキャンセル足払いからの愛を重ねた、おお確認かー、これはまずいった、ハイスラ足払いから2点ヒットバースワッツ、ここは読んでいた、自動ガードでしょうか、まあ素晴らしいですね。勝ったのは、投げさんのファースト、ちょっとあのライドの暴発が痛かったでしょうか。ゼロです。
正しき道とは誰かが作った道。綺麗に20と並んでんなこれ。賢人の道に答えがないのなら、あ、20じゃない、一緒いっぱい並んでるな。じゃあ TKC さんかな、連戦 TKC さんと投げさん連戦でいきます。投げさん20で勝つと、そう、とりあえず、まあ、優勝の可能性はかなり近づくと。でリオンさんも次20だと優勝か、いや違うな、あ、そう、いや、投げさん20で勝つとリオンさんが結構大変になるんだ。中山さんも20で100は絶対書かないといけません、うん、とりあえずは、さあ行きましょう。オペが必要ですね。試合です。 TKC さんのチャイムと投げさんのファースト、さあ開幕放置振り込んで走っていきましたが、それでサマータスピーサシケーとガトリンで追い込ませてきました。さあかなり痛いダメージ、ガトリンで結構リュージン、前回までの突進力はない突進力はない感じがするんですが、やはりいきなり飛んでくると当たっちゃいますね。ディリガンスで、あ、でも間に合っている。おっと、ここはヒット確認から抜けて、このメッタ切りはかなり投げ前ギリギリだったんじゃないですか。今の投げ抜けたどうかすげえ分からなかった。そこをしっかり捉えていきましょう。一本の表情投げファースト、遠距離ですから装填確認は難しいですけど、割と装填出してもね、なんて言うんでしょうね、反撃難しい。でそのまま満員移動とかの逆着もあるっていうところでかなり強い選択肢かなと。おお、すげえ繋がるんだ、あれうまいな。バースも当たんないですからね、多分ね。こういったところの判断が非常にうまい。マイフィー 2K から体育の使い分け、やっぱ今回無敵が乗るということで、その無敵を利用してね、ガン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 飛び込んでいきたいっていうところがあるんでしょうけども、そこに的確に体育を置いてきます。わー、ティランガーあさって好転と決めてきました。かった投げさんのファースト 2-0。 さあ続きまして最後の試合になるか、リオンさんの回と中山さんの勝利で試合を行っていただきます。料理の道も入信に達するためには、心身を自戒や行動中のものに導く必要がある。そうですね、けどせっかくなんで再戦やってもいいかなって気もしますよね。2勝で並んだらたくさん試合できた方が。じゃあ点数の意味ねえだろうがと思うそこのあなた、いや分かってますよ。さあ中山さんね、俺の中でも勇気のあるアニメのなんか試合を決める時の俺のターンみたいな感じでね、あのてってってテレレレレって感じのね曲が頭の中に流れてるんじゃないでしょうか。俺はカードを信じるっつって、お前ずるすぎだよな。なんかカード見る目からブラックマジシャンとか言って、お前嘘つけよお前って、絶対傷つけてんだろそれって、あーブラックマジシャン来たみたいなね、傷つけてよブラックマジシャン来たっつって、で最後に適当にやってるってね、あれずるい。生贄もなしに召喚できてしまう。最近はなんかもうすごい進化したらしいですよね。さあ中山さんのジョニーとリオンさんの回、さあここは非常に難しいジョニー対ガイ、おそういい香りがする。カシャッとあのカードを引く音が非常にいいんです、耳に残るいい音です。リーフエンジェルスタンディパー、リオンさんはこの後、この後と今週が U ディールでオミトさんと対戦するということでね、頑張ってる。オミトさんマジで対戦飛んでないですからね、すごい地上戦勝ってるっていうのがマジやばいなと思ってね、まあ、俺たちは飛んじゃうんですけど。さあ画面端プレッシャーをかけていきます。エンデスミストファイナーは画面端コインを残して戦っています。すごいですね、
こういったそのちょっと天才者が悪いなーって組み合わせを我慢できなくてコインを使ってしまう癖がある私なんですが、かなり我慢しています。ヒールキャンセル、ゲージを入ってしまった。もう一回潜ってきたが2P、ちょうどスタイチ発射してそこを潜ったって感じがすごいですね。あー、ここは空対球、飛ぶとこのように空対球が待ってたり2杯すら待ってたりとなかなか難しい。スプリットセール、おっと足までヒット、あーとに入った金安2杯グリードセバーダッシュメイカー、ここは難しい。前ゲー潜ってきた、先ほど同じように、あのちょっとね先から出るとしたらその間に潜り込んでいくという非常にうまい前ゲーの打ち方でしょうか。さすがに前、さあここはジャンディが出ない、一応打ちが出ないか、マンデッドピースが懐かしすぎる。いいハイスラーグリード、確認から入れ込んでいくか、ロマンキャンセルもありますしね、キンヤススクイットしてるからチャージ、バソー、ここは届きません。やったな、リオンさんの回です。さあここでですね2勝で、並んでおりますので、せっかくなんで決定戦やりますか。決定戦はどういうふうにやりたいですか。まあ、好きに2先とかでもいいんですけど、一先でもいいですし、好きな形式を一先で。さあ遊戯王は来週へ続く感じで終わりました。いい勝負でした。やばい。いい試合です。けど遊戯がね、俺の相棒とか言ってクリボを出したときはこいつ頭狂ってんのかなと思いましたけど、まあ次のカード分かってっからクリボを出すんだなこいつってね。もう一人の僕がヤバすぎてね。けど当時面白かったですね。もともと会話は劇場版だと緑川光るなんですよ、声ベッドマンの、うん、乾いた叫びだっけ、映画版のすげえいい曲やね。もう完全におっさんなんですけど、昔は中学生のとかだったんですよこの時。これはヘブンオーヘッドデュオワンワン、レッツロン。さあ行きましょう、リオンさんのファイト、投げさんのファースト、突き槍投げていく、一先こちらに勝てば優勝となります。おおすげえ、夢のようなコンボがつながっています。マイピー捉えてファースト先に近づいた投げさんのファースト2敗したら投げ払って、あー地形がちょっと下がらない、このね目押しコンボ、ああいうコンボ猶予1フレというか0フレで言うかね、なんかどのゲームやってたか分かっちゃうよね。ゼロフレってけどかっこいいよね、ゼロフレって言った方が。おーとーデタンガル返せ、おーと足払い、まあ、なんかスタンウッチでね、重りを避けてる動画がツイッターで出たと思うんですけど、パリのスタンウッチはなんか昔からなぜか足を止める時があるっていうのがね答えだと思うんですけど、ジャンピー K から乗りる、ここは素晴らしい。エンゲス3杯からグリード S ハイレイファースラスト、あーとうまい、いいダッシュです。あー当たらない、さあ取り囲う空島ゲーム画面足マイハイスラブリッツを使っていきます。いけーダッシュハイ送電ゴーインマイウェイ画面中央ブラックホールで何か通って足場からピョーンと投げてベイカーソフト読んでいた、おーすげーヒットストップ、飛び道具とね、打撃が同時にヒットしますとね、このようにノックバックがなくなります。距離が離れないんでね、だいぶコンボが伸びます。左レッドコイル画面足、おーっとハンバードアーニケガッと撤退力がロマンキャンセル、アインを投げて遠距離ですうますぎる、どうなんだこれ、 TK からこれは削りまずいぞ、あー届かない、勝ったのは投げさんのワースですね。さあしっかりダウンを選択して相手の体力を1にしてから
でもね、相手がかなり動きが制限されてしまいました。そこをしっかり刈り取ってきました。勝ったのは、投げさんのファーストとなりまして、本日のシングル大会優勝は投げさんのファーストとなります。おめでとうございます。はい、というわけで本日の、目標シングル大会終了となりました。今日はね、ちょっとね、珍しく敗者復活の2人抜けの、4人リーグで行いましたが、まあ面白かったかなと思います。この後